今日は何を聞きに行きますか。ラジオで発表すること、うん、あ、そうか、はい、うん、次彼女は何を今日聞くかな。どんな仕事、どんなものをしているか。どんなものをしているか、ラジオの、うん、ラジオの行ってな、うん、インタビュー行ってな、これ聞きたいな、どないなってんのかな思うことを聞いたらいいな。お兄ちゃんはどうか。ラジオの、うん、収録の下見的な。そうか、僕は今日は何聞くかな。じゃあ、うん、精通信者っていう番組。ああ、後で見たやろ。プロジェクトっていう番組。挨拶したらもう ここでもう話をしてもらうので、はい、よろしいですか。はい、皆さん今日お世話になりますこのお店の、小林さんです。ご挨拶しましょう。こんにちは。こんにちは。一人一人どうやって名前言おうかな。宇崎春人です。宇崎春人です。梅田七海です。家崎恵里奈です。今日はよろしくお願いします。ちょっと今からケーキ作るところ、ケーキっていうだけではいかんのですよね。お菓子、いろんな、そうですね、いろんな和菓子も作りながら全部お店で作ってますから、和菓子もこういう石炭も全部ここで使ってます。これは後で見せてもらいましょう。ケーキを作る、うん、はい、はい、いいよ。まあ、何が聞きたいんかまだ分からない。できたやろ。え、タケベ君から。おすすめのメニューは何ですか。おすすめはこの誕生日ケーキ。怪しい。ケーキは もちろん冷蔵のケースがなかったからケーキを作っても売れないと思ってたんですね。でもある人に誕生日って年に1回必ず一人にあるって言われた。それがヒントになって誕生日ケーキをやろうと思って、それから6年ぐらい経ってますね。出てるっていうか、記念日ケーキを作っていること自体たくさんの子供が笑顔になるなと思ってやってます。ありがとうございました。ありがとうございました。いろいろとなんか考えました。いろいろとなんかな、ただ具体的にいろいろとなんか、すごいなって。わからんな。ケーキが美味しそうやったなでもええし、細かかったなでもええし、まとめ買いが良かったな。作るのがとても難しそうです。そうかね、細かいもんな。はい、はい、いろんな機械で作っててすごいなと思いました。はい。